中年オタッキーです、台風10号のね、余波を受けながらちょっと進んでて、今日なかなかハードな仕事になっててね、編集の時間もないんで今日ちょっとした動画になっていくんですけども、開封動画とね、フィルム現像のね現状みたいなことについてお話していこうと思います。で、編集する時間ないんで、視聴者様の作品投稿とかね、まだ揃ってないっていうのもあるんですけど、は割愛させていただきます。楽しみにねしてる方ちょっと申し訳ないんですけども、今日は開封動画と雑談系の、動画になっていきます。それでは動画スタート。はい、開封動画といきたいところなんですけども、ちょっと先に、前回ね、の動画で、ドリームロコモーティブ様のね、ブログと、動画のね、リンクをね、説明欄に貼り付けるっていうことを言ってたんですけど、一番最初にね、動画公開した時にね、説明欄が空欄になってたと思うんですよ。これ説明欄書いてね、登録してね、更新するボタンを押し忘れてるんですよ。それで一番ね、その再生回数が多い時にリンクがないという状態になりましたんで、もう一回ね、ドリームロコモーティブさんの、ブログ と YouTube の動画のね、リンクを貼らせていただきます。ドリームロコモーティブさんはね、写真のね、関連の仕事を、されているということでね、写真に特化した動画ブログをやっておられます。なかなか内容がね濃くなってますのでね、興味のある方はぜひ説明欄の方からね飛んでいただけたらと思います。それとですね、開封動画より先にもう一つ、白鉢登録販売者チャンネルという方から、レンズとね、マウントアダプターをいただきました。もうこれ開封しちゃったので、早く見たくて開封しちゃって、これね、ニコンのね、ズームレンズですね、80-200 のこれ F4.5、かな、これね、なかなかね、いい状態のものをね、いただきました。ちょっと古いレンズにはなるんですけども、すごくね、バリモンの、ズームレンズをいただきました。それとですね、これね、これ E マウントのね、MD ロッコールシリーズ、MC マウントのね、レンズ、ミノルタのレンズをね、取り付けるね、マウントアダプターをいただきました。E マウントね、一応持ってるんでね、今ちょっと FD の 300mm がついちゃってますけど、ネックスロックを持ってるんでね、ちょっとちょうどね、テストをね、するのにね、いいということでね、いただきました。これね、今後活躍していくと思うんですけどね、白鉢登録販売者チャンネルさん、本当にありがとうございます。もうね、これ大事に使わせていただきます。多分ね、FD の 70-210 あたりとね、比較する動画とかをね、作っていくと思います。それではね、開封動画に入ってまいりますよ。もう2分30秒も経っちゃった。開封していきますね。今回はね、別にカメラを買ったわけではないんですね。カメラじゃないんですよ。まあ、その現像の話もね、今回するということで、それ関連になりますね。よ、これせ、結構厳重に20、30にテープを貼ってあって、なかなか切れないの、これ。よ、まあね、最近ね、中学生とか高校生の視聴者の方も増えてきてるんですけども、その人たちにはちょっとついていけない世界かもしれないです。こんな感じで入ってます。これなかなか厳重だな。はい、なんかね、保温する弁当箱みたいな感じですね。保温する弁当箱、若い子知らないか。で、これも出てきました。はい、これはね、 LPL チェンジバックというものです。まあ、簡単に言ったらダークバックです。これ欲しかったんですよ。今までね、自分の部屋の雨戸を閉めてねやってたんですけどね、このチャックを開けてね、
この中にそのフィルムとかね、そういう観光したらいけないものを入れるわけですね。でチャックを閉めて、でここから手を突っ込んでその観光したらいけない作業をやるっていうプロですね。ダークバッグってやつですね。欲しかったのがね、入りました。これで、明るいところでも、現像タンクの2フィルムを装填したりすることができるんですね。でその現像タンクですけど、まあ、現像タンクね、今 35mm のやつを1本持ってて自家現像してるんですけども、ご存知の方多いと思いますけどね、時間現像のデータとか、上げてるんで、ね、よいしょ、これすごいな。ちょっともう開封してから動画作りやがった、すごいぞ。よいしょ、ゴミがすごいな。またほんで、ほう、これね、これね、キングの現像タンクですね。お、中にも緩衝材入れてある。片溝式です。これが欲しかったんですよ。今ね、新品でないのかな。これにね、フィルムをこう片溝式で、これフィルムをぐるぐる巻いていくんですけど、ほんでこれに入れて、で現像液を入れて現像するってやつですね。はい、これ 35mm 用の現像タンク。じゃあもう一個はというと、よいしょ、もう一個現像タンクが入っております。うん、もう壮絶なゴミ量、ゴミの量になってますが、はい、これ 35mm ですね。ちょっと背が高いですよね。これブローニー用ですね。あ、こちらもこれ新品っぽいね。新品みたいですね。これベルト式なんですよね、これが。ベルト式は実は僕1回しかやったことなくて、もう30何年も前に1回しかやったことしかなくて、まあ初に近いんですけどね、もう1回勉強しなくなったらなきゃいけないんですけど、ベルト式の、ブローニ、120-220 用の現像タンクになりますね。まあこれなんで買ったのかっていうと、もうモノクロのフィルムをB&H フォトに、注文してあるんですけどね。あれ、はまんねえや。はまんねえぞ。どうなってんだ。いきなり壊すとかなしやな。いきなり壊すとかなしっすよね。はまんねえぞ。はまんねえぞ。溝があるのかな。あ、溝があるか。こうか。はまったはまった。あ、簡単に抜けるんだ。これちょっと気をつけなきゃいけない。どこまで話したっけ。B&H フォトに、ブローニーフィルムのね、モノクロフィルムを注文しました。なぜかというと国内で買うとすっげー高いんですよ。B&H フォトで買うとね、アリスタエリューですか、この400がね、1本500円ぐらいで買えるんですね。ブローニー120のフィルムが国内で買うとね、1200-1300円するんじゃないかな。なぜ倍以上するんでね、もう海外から取り寄せた方が安いんで、ね、取り寄せました。でせっかくモノクロフィルムを買ったんで、モノクロだとその現像液持ってますから、じゃあタンクも買わなきゃ損じゃんって、現像液あるんだからタンクだけ買えば現像できるからって思ってヤフオクで探してたんですけど、非常に安く買えました。なんかカタカタなってんな。あ、こいつがなってんのか。これね、現像タンク2つとダークバッグでね、セットで5280円で落札できました。もう誰も競争入ってこなかったんですね。その現像タンク結構ね、その競争入ってくるもんなんですけど、普通
これセットだったからみんな上がると思って入ってこなかったのかな。それでね、こんだけのものが5280円、送料が1100円で6380円で買うことができました。今後ね、ブローニーもね、自家現像できるようになりましたし、35ミリはね、現像タンクが2つになるんでね、ちょっと連続して現像できる、ちょっと連続現像がね、もう大変だったんでね、困ってたんですよ。それでね、これ今後ちょっと私の作業が楽になる、まあ、ただそれだけの話なんですけど、でここからはね、この現像のね、フィルム現像の現状について話していくんですけども、北村さんがこの間値上げしましたよね。で、まあ35ミリのカラーネガでも1000円近くしてしまうんですけども、まあ、35ミリはそのミニラボがあったらね、比較的早くできるんでいいんですけど、ブローニーとかね、あと35ミリでもリバーサルフィルムの現像とかはね、以前はね、1週間ぐらいで上がってたんですけど、まあ、徳島県のね、北村の場合は、そのリバーサルフィルムとかブローニーの現像はお店で預かると、高松にね、高松のラボで、現像をして、で帰ってきてたんですけど、あまりにもその処理数が少ないもんで、高松のラボが閉鎖になったらしくて、まあ例えばナルトの北村さんで預けると、一旦高松の北村に集積されて、それからね、東京に送られるらしいんですよ。で東京で現像されて、で帰ってくるもんでも2週間以上かかるから、この間ね、そのマミヤ RB67 でね、エクタ100で撮ったやつ出しに行ったんですけど、電話するっていうもんね仕上がったら電話するっていう、そういう領域の話になってきてるんですね。でリバーサルと C41 現像はちょっとね、温度低温現像にしなきゃ、38度とかのね、一定で現像しなきゃいけないんで、そういう設備持ってないんで、僕はモノクロ現像オンリーになってしまうんですけど、まあそういうこともあってね、ちょっと現像タンク仕入れたんですね。で料金もね、すごく高くなってます。35ミリのリバーサルの現像が36枚撮りだと1本1500円まで上がってしまってますね。以前はね、1000円ぐらいだったんですけど、500円ぐらい値上がりしたということで、もう納期も遅くなりの値段も上がりのって、もうえらいことになってるんですね。もうまあ仕方ないんですけどね、そのやる人が減ってるんで仕方ないんですけど、ちょっとこれも食い止めないとね、そのうちどこでも現像できなくなるぞっていう話ですからね。できればね、カラーネガだけはね、その町ラボでね、すぐに現像できるような状況をね、なんとかしてキープしたいんでね、東京とかね、大阪とか名古屋とか、まあ横浜とかね、そういう大都市圏に住んでる人は、まだこういう悩みないんでしょうけども、地方部に住んでる人間はそろそろフィルム現像は、厳しい状況になりつつは、なんとかしたいですね。まあフィルムの値段も上がってきてますし、現像もね、まあ、ネット現像っていうのもあるんですけども、できればね、お店に出してね、お店の人と話とかもしたいですしね、なんとかね、そういうね、この流れをね、食い止めたいと思っています。まあ僕はね、もともとね、この動画を YouTube の動画を始めたのは、そのフィルム写真がね、衰退していくのをね、止めたいっていうね、一心で始めたんですけども、なかなかね、僕一人の力では止まっていかないのかなっていう部分もありますね。いや、残念なことではありますが、まあこれからもね、どんどん頑張っていきたいと思いますんでね、ぜひともね、応援していただければと思います。はい、今日の動画はね、ちょっと、こんな感じになっていきます。予定を変更していったんですけども、で次回の動画は、こいつのカメラで撮った動画に写真の動画になりますね。これね、以前いただきもんですね、オリンパスのね、 OM-1、でね、コダックのトライ X400 を使いまして撮影してきました。次の動画はね、そちらの動画になってまいります。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。私の動画ね、高評価、コメントにね、支えられております。いつも言ってますけどね、高評価も本当にね、ポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひ高評価の方にポチをお願いします。で、あとね、ちょっとコメントがね、全台風関係でね、もうバッタバタして、コメントが全然追いついておりませんが、見落とさない限りはね、コメント全部返すつもりでいますんでね、お暇な方はね、コメントいただけたらと思います。はい、でチャンネル登録もね、ぐんぐん増えておりますが、チャンネル登録の方もぜひね、
でやっていただけたら3000名を超えると、カメラプレゼントが、始まりますんでね、それと、ツイッターのね登録、ツイッターのフォロワーもねぐんぐん増えておりますけどね、ツイッターもやっておりますんでね、そちらの方もよかったらね、あの私のページを覗いていただけたらと思います。はい、今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画をお待ちくださいませ。それではごきげんよう、さようなら。